年末恒例、レコード版コレクション3本仕立て、3本目はですね、僕の高校時代のアイドル原田知世さんです。彼女は11月28日生まれ、で毎年、誕生日に、バースデーアルバムというのをリリースして、いました。1982年からですかね。これがデビューアルバムになります。限定版のバースデーアルバムなんですけれども、松任谷由実さんなんかがこうがっちり脇を固めたなかなかナイスなアルバムなんですけれども、原田知世さんのアルバムの特徴といえばですね、クリアビニールのレコードでして、これはですね CBS ソニーに移籍後も続きました。で、知世ちゃんといえば 45% 大人というキャッチフレーズですね、セーラー服と機関銃テレビ版、狙われた学園のテレビ版、薬師丸ひろ子さんの、バックでですね、彼女の後を追うように、成長を、していったわけなんですけれども、時をかける少女とかね、天国に一番近い島、愛情物語、早春物語、角川書店が誇る著名な作者のを、原作とした映画にね、数多く主演してたわけなんですけれども、実はですね、原田知世さんはですね、僕の お嫁ちゃんも昔は似ていると言われたこともあるんですよね。同じ長崎県出身なんですけれども、ずっとファンで、いました。で、このデビューアルバム、バースデーアルバム、セカンドアルバムであります「なでしこ純情」、この辺はですね、実はシュリンクのした状態のもう未開封のアルバムが1枚ずつ、そして聞くように、買った1枚ずつ回ります。で、その翌年84年でした。早春物語の年ですね、パバーヌがリリース、この作品もですね、佐藤隆さんやさまざまな伊藤銀次さんなんかもあれしてましたかね、なかなか作者にも恵まれてですね、よくプロデュースされて、いいアルバムでした。レコードをかけるのがもうもったいなくてですね、当時カセットテープに、録音して、カセットが擦り切れるまで、ウォークマンやウォーキーなんかで、聞いた思い出がありますね。通学途中にも聞きましたし、レッド・ゼッペリン聞いた後に原田知世、ピンク・フロイド聞いた後に原田知世なんていう生活が、続いたんですが、このネクストドアですね、これも見開きの部分がシュリンクを剥がしてないので、見れない状態なんですけれども、今このバックでかかっている音楽はこのアルバムの中からイニシャルを探して、を使用させていただいています。この後ですね、原田知世さんはフランス音楽の方に傾倒しまして、そっちの方の、フランス語の曲もあったりね、CG 時代になってもですね、多くの作品をリリースしてまして、ここで、ちょっと CD 出すのは、ちょっと卑怯かなと思ったので、レコード版コレクションですしね、出さないんですが、一応原田知世さんの作品は全作品網羅してます。これがその禁じ手の、CD なんですけど、これ昔 CBS ソニーから出てた細いケースの独特のケースのねアルバム、これも今絶滅してしまったんですが、こういうのもある。これも結構今値打ちが上がってるみたいでですね、このヤフオクとかでも結構してると思うんですけど、未開封があれば探してるんですけれども、昔々の物語ですね、これ愛情物語、これシングル版なんですけれども、このシングル版もクリアバージョンになってます。ちなみにですね、この愛情物語の B 面、
カーテンコールという曲がですね、まあ、原田知世さんの中では僕が一番好きな曲なわけなんですけれども、このカーテンコールというのが確かね CD 化されてなかったような気がするんですけれども、また最近ねなんかリリースとかされてたんだったら、またそれも購入したいなと思ってるんですけれども、そういった形でですね、近々このシングル版コレクション、これも一度やってみたいなと思ってますので、ご期待ください。で、2019年、今作品をもって、動画のアップは終わります。で、来年なんですけれども、悲願であった明日のジョーの矢吹ジョーのキットも手に入りました。力石徹のキットもですね現在、発送待ちの状態でして、この伝説のこの一戦をジオラマ風に仕上げるっていうのもあるんですけれども、そんな折、タイガーマスクのちょっと踏んで割ってしまったりとかあるんですけれども、来年もですね変わらぬご愛顧ご指導ご指摘ご鞭撻、よろしくお願いします。良いお年を。